よろしくお願いします。ますあの自己紹介してもらっていいですか。はい、えっと、私星は花は名脇直樹と申します。バイバイト。二十年ぶりにぐらいに来ましたそれ。<laughs> 編集さん知っててくれてん嬉しいです。あのなんか。 20年前にも同じ質問したんですけど最後なんて言ってるんですかって <laughs> 俺聞いたと思うんですよ聖和 <laughs> 花輪聖和花輪直樹と申します覚えといてねっていうこれも僕のギャグみたいなのをやってたんですけどあのー、まあ全然まあもちろん滑るというか、はい、全く浸透せず、はい、あのー、やめてたんですけどうん、うん、今年から またちゃんとそういう言われたときはやろうっていうふうに決めましあなるほどなるほどなるほど今年からまたやり始めたですか今年からうちの弟がやっぱりいろんなところで、うん、これはなんかどうも鼻でさまいたいねーとかやってくれるんですよラジオとかでうちの弟なるほだけど僕はやらなすぎてそれが何なのかよくわかんなくなってきちゃってるからそっかそっかそっかもう一回やってやればみたいなことをこの間ちょっと説教というかなんか弟にされました <laughs> あ力関係も弟の上なんですでもう上になっちゃいましたいつの間にかもう弟に 助てですね <laughs> いや <laughs> 俺ん中で花輪さんって言ったらもう3つぐらい当ててるだからタレントで1個当てるのも大変やのに3つぐらいだってまずものまねでしょモノマネ、そうですねものまね別にやる気なくってでもまあまあオーディションで言われたから一って別になんかないなと思ったらあのせん<生>うんはい<の>、うん、っ 自己紹介してもらっていいですかええ <laughs> そうですよねあのその手の感じ多いですよねそうですね「せいはなわなわなわき」「食べたね」ちょったねいやだからそれがまあ結局引きのものまね芸というかあれで,で、ね、はいだから、ね、ちょっと営業も増えてはいだからコー富田さん原口あきまさあのー、がもう直属の先輩というかまあ あのキサラっていうものまね、あのショータブがあったんですよそれ僕そこにものまね芸人じゃないのに「はい、なんか行け」って急に言われまして事務所からすっごい嫌でそれが嫌よね嫌でしたなんかお笑い芸人とまたものまね芸人で違うから、はい、違うしなんか水っぽくなるのもすっごい嫌だなと思ってそういうお酒飲みながらのとこすごい嫌で、うん、ちょっとバカにしなちょっとどっかなんかバカにすそれよくありますよねうんうんうん、うんうん、でしょうがなく行ったんですけど、うん、まだそれが21とかとか また違いないですね、うん、ただその時にコウジさんとか、まあ、原口さんもすぐ出なく来たら出なくなったんですけど、うん、まあことコウジさんに関してはもうずすごいいろいろ教えていただいてそうなの俺はなわ君、うん、どっちかってダッシュで原口君のはい、はい、で原口君ん最初お笑い芸人やったからそうですねでそっからモノマネに行ったから、はい、その流れなんかなと思って、うん、あ、ちろ原口さんもめちゃくちゃお世話になって原口さんと一緒に番組をずっと 九州でやったりしてって、原口<あ>さんと、まあ、そういう関係あるんですけど。こと芸、芸事に関しては、もうそのしょうぱまのキサラっていうか、僕も,も自分の。 バイトみたいなとこになって、あの、もともとそういう前説で最初行かせていただいたんですよ。モノマネさんたちの。ああ、そうなんだ。そこでこうベース漫談やったんですけども、ほん、ほとんどお客さんがもう聴いてないというかですね。もう、だからイギリスのスティングか日本の花輪かぐらい、もうほんですね。その頃はそういう気持ちで。いや、ほんとそうよね。いや、そうやってもうパンク、パンクのスタンスでこう。いや、だってベース行きながら歌うなんてほんまに。そうですね。 ス,スティングか、はあ、鼻は、<laughs> <laughs> もうわ、わセいスティングぐらいの気持ちでやってたんですけど、やっぱキサラではもうマイだったんで誰も聞く気がなかったんですよ。でもうちょっとムカつきながらもうなんだこんなとこと思いながらこう一応でもやってたら、高木、うん、富田さんが一万後ろでこう,いう感じでやっぱ見ててくれたんですよ、うん、僕のネタも。うん、それで面白いねーとこう言ってくれて。こ、えー、でその時もうトップだったんで高木、はい、キサラでいやもう怖かったんですよあの。 スキンヘッドですし。そうです。だから模様はモノマネするために、もう自分の体改造したってことで、まカツラ被るから髪の毛必要ないと。<laughs> はい、で多分それは格好つけて本当ははげてるからだと思うんですけど。あそうなんですか。多分そうだと思いますあそうなんですかで。でしょうね。<laughs> そんな感じします。お <laughs> <laughs> じいさんがあの何な,なんで。 埋設なのって言われて「いや僕はあのその会社からそう言われてますしそんなもうまだそんな大変、ね、できないです」みたいな「モノマネの賞に、ね、は僕モノマネできないんで」って言ったら「いやいやちゃんと言ってあげるよ」みたいに言ってくれてでそのお店の店長とか社長さんに「花輪君はちゃんと賞の中に入れれば絶対受けるからあの僕の。 ショートタイムの時だけは入れさせてくれとか言ってくれて、はい、それで佐賀県の歌とかをこうあそこでモノマネじゃなくて佐賀県の歌そうなんですよあそうなじゃあもうちょっと同時並行だったの、うん、そうですねそしたらそこでギャラっていうものを初めてもらえるようになって、うん、それでお金もらえてえこんなお金もらえるんだってなっていいんですかやっぱギャラ、テレギャラよりいやいやその時はもう本当に3,000とかなんですけどでも3,000もらえるだけでもれしいバイトもしてたんで あの1ステージ3000なんで、2ステージあるんで、6000とかで、それで、めちゃくちゃ入れていただいたんで、スケジュールを、それでまあ、微妙に生活できるようになってっていう始まりだったので、まあそうですね、なんで、浩次さん、最初の恩人ちゃ恩人ですね、その後その SGA a、佐賀、そうですねそれはエンタ オンエアバトルの方が早いよ、ね。あ,あ、さっきのオンエアバトルでそれ。オンエアバトルで、当時やっぱりその佐賀県の歌も、もう本当にやずーっとやりまくってたんで、結構それなりにこう、ネタがもう80章ぐらいまであったんですよ。佐賀のはい。で、その中、80章ぐらいのもう来てで、お笑いライブとかでも結構もう、 あそうなわれわれ聞いてんのは1勝2勝、ね、大阪で生まれた女みたいな話なんだあれ大阪で生まれたの,のほんま13番とか14番まである,あであるから佐賀は50番まで50番ぐらいまで、まあ、トラブルみたいなロードみたいな感じで一番客がウケへん, <laughs> 受けへん何番なんですかウケ <laughs> へんは一番ちょっと帰りないなっていうネタ帰りないなはですねどんなネタなんですか帰りないなは そ,そうですねあのちなみに松幸康子は「公表してねえ」は最後のおうちじゃないですか、うん、そうですねあれは15勝ぐらいの時に作った <laughs> あれ受けますよね <laughs> あ,れあれ受けますさんざん引っ張るだけ引っ張ってね松幸康子は公表してねえっていう,う、ね、あ,あ、ね、当時だから <laughs> あれは何勝ぐらいですか40ぐらいの時に、うん、田代さんも佐賀なんですよ さでも差があって「はい、公表できねえ」って言ってたんですけどすあなるほど田代正史さんのプライベートに関することで「公表できねえ」って <laughs> あちょっとこれウケるかなって思いますよねやったらでしかもそれもテレビの時にやったら結構怒られましてどうい、ん、う言い方されるんですかななんでわからないのみたいな 絶対絶対使っちゃダメでしょそんなユーチューブメーシみたいなことを結構 <laughs> ちゃんと事前に言ってくださいみたいなことを本気で怒られましてえー、いや俺僕は基本的に好きなのは、はい、花輪君の実は見せてない、はい、なんかあのクレイジーなところあるじゃないですかで<も>俺あれが好きなんですよいやいやでもそこはもう時代が違うんですよ、やっぱ <laughs> 今だってあのあれ 有吉ゼミで家族出してね,、はい、ねアットホームの良きパパみたいな感じで元気いっぱいの息子と元気な母ちゃん可愛いい元気な母ちゃんとっていう、ねはい、YouTube もそれでいはいそうですねもう小盆のでまあそうですねちょっとあのいいいいパパとしてやってます、ね、いや実際本当そうですけどいや実際そう、はい、いや別にそれ,そ,それはそれでいいんですけど俺個人的にはなんか後輩の家にいきなり行って <laughs> あのアパート勝手に開けて <laughs> 寝てる後輩に思いっきり水ぶっかけるっていうやりすぎ工事かなやり逃げ工事かなそ,それで俺あの頃ので、はい、別にどこにも見せるわけでもなく撮影するっていうゲリラ的な花わさ、ね、<laughs> もう嫌なんですねもう目が完全にもうその話やめましょうよって <laughs> いそこ、はい、だから本当にここが、うん、だから今だったら本当にあまずかったかもしれないですけど当時はもそ,その。 でしょうかね寝て,る寝てる後輩に水をかけるっていうのに本当ト何かもう興奮を覚えるというんですかねちょっとあの心のちんちんがギンギンになってるんですか、はい、ああでもそうなったかもしれないですあのでもね、はい、別にそのフォローするわけじゃないですけど、はい、俺ドッキリグランプリやってるんですよ、はいはい、でこの間スタジオで見たドッキリが、はい、寝てる人に水ぶっかけるんですよすほんでゲスの極みがかけられるんですけどめちゃくちゃ面白かったですよ面白いんですよ 寝てる人のもう寝てる人に水かけるともうまさかというそのあの何て言うか、うん、この置き方が面白い,面白いダーンみたいな俺ね別に、はいはい、同じ経験あってデビュー当時、はい、名古屋で今田耕司さんと「分かるんです」って番組やってたんですよ、はい、ま街ブラですよ街ブラであってまあ、いろんな街の出会った人に欲しいもん聞いて、はい、じゃあ、はい、即席でゲーム考えたりで対決して買ったらあげますよみたいな、はい、そういうの、まあ、番組なんですよね、はいはい それで僕が発明したゴボゴボっていうのがあって、ね。道で人寝かすんですよ。で、口開けてもらうんですよ。そこに、あの、炭酸系のコーラ、ね。それを、 口に流し込むんですよ。で、だん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 その流し込むコーラ。炭酸系のコーラの高さを上げていくんですよ。で、ボボボボボボってなって。人がもう溺れる感じになって、最後、うわってなって、口からぐるぐーって出すよ。めちゃくちゃ面白いんですよ。わかります。<laughs> そういうの大好きなんですよ。そうですよね。でも、ど、いつの頃からか、僕も花輪くんも。<laughs> はい そそういういいのじゃななんだ一応ねドキドキキャンプの岸君にいや花輪君ってどういう人みたいなことを一応伺ったんですよほん、はい、だからやっぱり今回紹介したのもやっぱクレイジーだから<ー>花輪さんってクレイジーだから紹介させてくださいって言ってそう一応これ聞いた油断してる警備員さんを見つけると <laughs> 結構大きな声で「 おはようございます。と <laughs> いう挨拶する時がある。なんで,、ね、でなんですか。はい、いや、なんかその人がこう、こうビクッとかなるのが多分、すごく好きなのかもしれないです、ね <laughs> い。じゃ、寝起きで自らと一緒ですね、はい。その感覚ですね。これもう一個気になるんですけど。はい、ライブを見に来ていた。ドキドキキャンプの岸くんのお父さんを。ステージに上げて。<laughs> あの、その時にステージにいた。 芸の芸人とキスをさせる <laughs> な,なんてなんですかそうですねあの前田健っていう芸人がいまし,おうおういました,ました、はい、で何かその結構その,あのキスが好きな人だったんでなるほどなるほど、はい、それで岸君のお父さん来てるの分かってたんであっこれいけるなと、はい、プレゼント今日せっかく来てくれたプレゼントということでステージに上げて<う>でキスをするんですけど<う>あの前田さんはその手加減を知らないのでなるほど,るほどはい。 結構雰囲気のこうディープキスになったって、ね、だから口の中に侵入させてお父さんがもう慌てふためくっていうのを笑う。<笑>それが全部一緒ですね。あの笑ってるところ、<laughs> 花輪さんの笑ってるポイント全部一緒ですね。<laughs> すいません、そうなんですね。店員さんに注文するとき、うん、もうバレましたこれ。<laughs> バレるかバレないかぐらいの感じで。<laughs> ねねねねセックスという単語を言う時があるあ、ま、これはこれはまずいいかもしれない女性ならまだしも男の店員にもするのでわけがわからない、はい、どういうちょっと僕店員にや,やらせてもらっていいですかは,い,はい,、はい、いらっしゃいませご注文お決まりでしょうかえっとそうですねえー、っとじゃあこのイタリアナパリタンの写真のやつとあ,<ー>あと、はい、このえー、っとちょっとどうぞコーラ じゃ、あコーラ、あの、二つセックスお願いします。こういう感じ。これ、やっちゃうんですか。やっぱり楽しいですか。そうですね。ここはもう、本当に、あの、わからない方が面白い。たきしくんとか、すごく上手なのが。そこで、あの、ちょっと、すごく、僕が嫌いなのは。え、何言ってんですか。すぐ言っちゃう子がダメなんです。すぐ突っ込みで、消すタイプ。あの、ボケ終わらすて、笑っちゃったりとか。ああ、なるほど。景色は、もう、そのまま、じっとして、で、店員さん向こう行ってから。 いやまた言ってたでしょ。とかってこう言ってくれる。ああそのノリだ。ああわかります,す。店員さんももうちょっと気づいてないんですよね。これはね、はい、まあ非常に俺大事なことをおっしゃってると思うんですけど、はいはい、鶴瓶師匠も同じこと言ってました。町村ロケとかで、はいはい、まあ欠体な人とか、はい、変な自分は思ってないけど我々から見ると面白いおっちゃんおばちゃんいるじゃないですか。はいはい 若手芸人とかロケするとこれすぐ見つけたと思って興奮して1個のボケですぐ突っ込んで終わらすんですけど自分が手柄取りたいからでもダメなんですよずっと突っ込まずに泳がすそうですねいや僕そこが本当に大事だと思います結構それで結構後輩にまあ説教もできないですけどそういうこと教えててもピンとこないです僕は変なこと言ってるから何言ってんだだからあれじゃあ若手のためにあえてお店に行って その謎のセックスワードをどこかに彫り込んで,うんです、ね、こういうのが面白いんじゃないのっていう,うまあまあ,あでもすごくわかりますなんか勉強のためにいえいえいえ、はい、ただそういうことも、えー、寝起きに水かけることもすっかりもう,うやることもなくなりそうですね最近はもうないですねもうだから年齢もあるしあ<ー>でやっぱりイメージもあるからそう,そうなんですだからもう 岸士くんとかとそういうまあ昔サウナとかもよく行ってたんです。けど、はいうん、深夜とかサウナ行くと、はい、サウナのこう出たところにこうベンチとかあるじゃないですか。うん、そこでこう本当にだいたい五十歳ぐらいのお,おじさんとかこうやってこうやってこうやってこうこうて寝てるわけですよ。こんな感じです,すこんな感じで寝てるわけですよ、うん、もうポンポンで,、うんうん、で。そういう人をこう起こしたくなっちゃうというかですね。どうやって起こすんですか見ず知らずの 寝てる人えっとまあそれもう過去の話なんであれなんですけどそのタプンタプンのこうタオルをポン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 ってやって地面にパチンってパーパンととかなるんですね <laughs> <laughs> いや私結局そういうの大好きなんですね <laughs> あのいたずら的なお笑いそうですねでここで岸が上手なのが、うん、あのこうなった時に一緒にもうこういう顔ができるんですよね <laughs> あ、はい、なるほど普通なんかそのちょっと違う僕が許せない後輩は、うん、笑っちゃったりとか、うん、ちょっともうそれも兄さんも面白すぎますよみたいなのゃもう全然ダメでしょうとかいやもう全然ダメなんですよねじゃあ岸君とはそういう波長は合うという,うん、うん、そうですね、うん、彼はそういうのがすごい優秀いやでもそういう意味で言うと花輪君は現在そのもう なんかこうよきパパ芸人だからかなりストレスが溜まってると思うんでまあ僕のアドバイスとしては、はい、誰にも知られず小さな声で下ネタしか言わないライブやってくださいもう下ネタの歌歌ってくださいああちょっとそれは本当に <laughs> あにだ,だからお嫁さんね学生時代の同級生じゃないですか、はい、そういうですそれとのラブレーターとかその、えー、奥さんのお父さんの話を感動の歌歌ったじゃないですか <laughs> 俺あんな歌鼻湧く <laughs> あれは俺,俺の好きな花君くんじゃないですこれだから本当に僕は名古屋の番組に東野さん今田さんとあんな番組でお父さんを歌わなきゃいけないっていう時があったんですけど、うんね、そのマネージャーが多分そこをこうだけど最初いや東野さん今田さんの前であれ歌ったらやばいって話ずっとしてたんですよ <laughs> めちゃくちゃ感動する歌ねはいもうんそんな絶対求めてないし、うん、東野さん一番そう嫌うからっていう 歌うしかくな,なってしまったのでもうどうなるのかと思って歌わせてもらったんですけどうん、うん、なんかやっぱりちょっとすごくですか、ね、自分の中ですごいちょっとこうなんか申し訳ない気持ちで<ー>いやいや,いやあの頃は僕ももうだから結婚して子供いて大人ですから、うん、あ確かにこれはこれでありやと思ったけど、うん、今日話しててなんかわかったのは <laughs> すごくあのお笑い芸人に会うのに怯えてる感じ。 そうですだから自分のやってるこの仕事はええんかなっていう悩み、うん、ちょっとありますねリアリティーショーで家族出して、うんはい、アットホームなイメージ昔の自分なんか系だしの後輩俺のことどう思ってんやろいやほんとそこです <laughs> もうだい、ね、一時期本当にそこを思いましたけどもう完全にもう割り切った割り切りたいやもういいと思いますいや全然、はい、た,ただどっかでやっぱりストレス溜まってると思うんで、はい、あのマスターベーションライブみたいなああいいですね やりたいです。本当にやりたいですあないいですねあと自分が思う理想の浮気相手の出会いと隠れてデートして <laughs> 隠れてエッチして家に帰るみたいな一連の歌を<ー>頭の中で。 いいいでですすそれはもう本当にやりたいです <laughs> ぜひぜひずっとそれやっ,てやってきたことなんでそうですよね,、はい、ねそれをだから創作のエネルギーというかはい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 でぜひまた完成したら聞かせてくださいわかりましためちゃくちゃエロい歌 <laughs> 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 めちゃくちゃエロい歌 <laughs> ああいいですねヒさんいやちょっとねあの少しそのそういう方面でガス抜きしないと、はい、花塙君、はい おかしくなっちゃうよ。うんありがとうございます。えいえありがとうございます。はい本当にやります。お願いします期待します。じゃあお時間きましたちょっとそうですかもう来ましたはいはい紹介してほしいんですけど。そうこれだからガチなんですよね。この辺もちょっと本当にもういや本丸食わずやいや全然ですあのファイブコールで切ってくださいね。ですよね順番で。ねあのスピーカーでお願いします。これって芸人だけ。 いやいやもうそこはもうお任せしますとしか言えませんけど、はい、あの基本最低限、はい、一般人に電話してもいいんですよ会うからいいんですけどただその一般人があの芸人の,<あ>のよく知ってる人やったらありがたいんですよ、うん、そこから一般人から一般人いたらそうですね<も>う <laughs> だそういういたずら好きなんですよ困らすの <laughs> あなた <laughs> いやこれ実はあの岸君が電話がってきたうん、うん、木曜日だったんですよ、うん で木曜日が僕が深夜ラジオやってまナックファイブで。あの8時から。あなるほど。夜8時から<ー>23時まで。ええー。あのナックファイブファブフォーというのやってますんで、うん。聞いてください。うん、宣伝させてださいい。いやいいやいいよ。でそこのあのアシスタントの子があのいまして、でこの話もちろんなあの休憩中とかなるじゃないですか。はい。いや今日イゴショソンから連絡いたきいただいて、今度 VS 出るんです。出るみたいな。そええー、とかつって。 東野さんめちさんになってるんですって言ってきたんですはで結構その子はこの子はったり癖があるんでまたこの子かっこつけに言ってんのかなと思ってはいで詳しく聞いてたら結構ちゃんと東野さんと絡みがあるからああなるほどなるほどその子がゆいちゃんって子でしてはいわかりますかゆいちゃんゆいちゃんいやちょっともう詳しく言ってくださいゆいちゃん こので知らなかった誰いちゃんちゃんってあのアニメとかのすごいああ知ってる知ってるあ知ってますかめちゃめちゃお世話になったアニメ教えてもらってあそう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 でうそ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 うかうそ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 ううううう ちょっとそこは聞いてみるわみたいな感じなのっていうのはこれはちょっともう言っちゃってるじゃんダメですかいやいやいいっすよいいっすよただゆいちゃんが芸人あと知ってんのか思ってもう一回花枠に戻んのかなゆいちゃんそうですねじゃあじゃあいいよゆいちゃん電話行かしてくださいはいはい全然そっか芸人あのアニメ教えてもらったんですよ俺だからゆいちゃんきっかけで意外とアニメ見だしたいやそうそれ本人あじゃあホンなんだいやホ本当です本当なのかなと思ってたんですけど じゃあちょっとユイちゃん一回言ってみて、はい、これ五ゴールで出なかったから。はい。次の人言ってください。はい、結構ねこの子ね遅くまで起きてる子なんでゲームばっかやってる子なんで。ああそうそう、ほんまにゲーマーで,で、ね、アニメ好きで。じゃあ行かします。いいネクラの子をね。はい、ネクラです。じゃあスピーカーお願いします。一回ですか。一回。二回。三回。 もしもし。あはなはなはですけどあ。お疲れ様です。寝てたでしょ今。バレ <laughs> ました。え？ましたいやバレるよ。ちょっと実はあのこの間さラジオの時にお話し,したじゃないですか。はいはい、あの東野さんの、はい、いやそれで電話してるわけですよ。もしもし。<laughs> はい、もしもし、ご無沙汰しております。いえいえ、ゆいさんに俺紹介していろいろアニメとか見出しましたよ。ゲームもちょっとしたりとか。いえい,いえ、あの、こういうことなんですよ。順番に、あの、電話で繋いでいくんで。<laughs> まさか、まさか、吉本芸人でやろうと思ったら、経営ダッシュに行き、最終的にはお笑い芸人でもなんでもない。ゆいさんになったんですけど。ゆいです。はい。あの。 出ていただけますか出てくれるかなは,はい、わかりましたありがとうございますちょっと花輪くんに後で LINE 聞いときますんで連絡しますありがとうございますあすごい、えこれあれでしたねプリス東山そうです、そうですすい,すいみません、ありがとうございます,ういます本当にいきなです,す <laughs> いやだからこれ何のエースもないからこんな目に僕あってるんですよ <laughs> はいごめんねありがとうねじゃあねはいはいありがとうございますごめんねまたまたじゃお願いします木曜日はい切りますはいわっいやとよだった水大丈夫ですいや大丈夫大丈夫いや最悪ゆいちゃんお笑い芸人のライン知らなかったら花枠に戻るからわかりましたはいわかりました。いっぱいいっぱいいるんではいわかりましたお願いしますはいすいません花枠でございましたます。